金井元彦は、日本の官僚、政治家、青森県及び、兵庫県の知事、参議院議員を歴任。1903年、神戸市に生まれる、旧制、第二神戸中学校、旧制第一高等学校を経て、東京帝国大学法科を卒業した。1927年に、内務省へ入省し、警保局検閲課長を経て1945年1月に、 感染第45代青森県知事となる太平洋戦争の戦局悪化に伴いアメリカ軍の本土空襲が火を追って激しくなる中家内は7月18日に新聞を通じて家を空っぽにして逃げたり山中に小屋を建てて出てこないというものがあるそうだが防空法によって処罰できるのであるから断固たる承知を取るとの声明を公表するこの声明を受けて 青森市では郊外へ避難している市民に対して7月28日までに帰宅しなければ人命台帳から使命を抹消し食料や物資の配給を差し止めると警告し多くの市民が強制的に避難先から帰宅させられたが青森市外は28日から29日にかけての青森大空襲により市街地の81%を消失する壊滅的な被害を受けたこのため 結果的に、家内の生命が空襲による犠牲者を増大させたとの批判がある。1946年1月、公職追放処分を受けて、知事を免職となり王の次春が公認の知事に就任する。公職追放後は民間企業に勤めていたが、1948年に自らの命令で空襲により多くの犠牲者を出したことを悼んで異例のため観論像の混流を提唱し、 柳町交差点のロータリーに3国系一作の平和観音像が設置された。1964年に道路拡張のため2代目の観音像が10メートルほど北に作られ、金井らが混流した初代の像は青森市文化会館の4階で展示されている。金井が1964年に制定した兵庫県期1955年2月、兵庫県知事の坂本マサルに迎えられて、 副知事に就任。1962年、坂本が2期目の人気満了に伴い知事を退いた後継候補として知事選に出馬し当選する。1964年6月、現在の兵庫県庁舎1号管楽生を記念して、兵庫県旗を制定した。在任中は、ちょうど日本が高度成長期に差し掛かっていた時期であり、生活の科学化をスローガンに掲げて第一次県政。 進行計画を策定する。その一方で、1969年に、滋賀県の障害児入所施設、ビ和子学園を視察した際の体験をもとに提唱し、ダウン症候群などの染色体異常を早期に発見することを目的として、出生前診断を奨励した。不幸な子供の生まれない運動は、優生思想に基づく人権侵害施策として、 青い芝の会などから強い非難を浴びた。前任者の坂本に習って1970年の知事選挙には出馬せずに期限りで知事を退任する。方針を表明し、副知事の酒井と北田が後継に指名された。1991年に再建された兵庫、大仏知事職を退いた翌1971年の第9回参議院議員選挙に自民党公認で、 兵庫県選挙区から出馬して当選7日会の立ち上げに参加する。2期目の1977年には参議院地方行政委員長に就任し、1979年には第1次太平内閣で行政管理庁長官として入閣した。1980年、君一等随法賞を受賞。1983年の第13回参院選には出馬せず、 正解を引退し、兵庫県名誉顧問に就任する。また、かつて、日本三大大仏の一つに数えられながらも、1944年に、金属類回収令で解体された、農福寺の兵庫大仏再建事業に際して、放産会会長を務め、1991年5月9日の海岸法要に出席した、同年8月6日、農高速の試し去、去年89、 神戸市長田区の兵庫県立文化体育館で開催された県民葬には、竹下昇ら約2700名が参列した。ありがとうございます。